これ僕が言うとちょっとなんか変な感じになっちゃうと思うんで、いやいや、そんなことないですよこの譲り合う感じどう、イチャイチャすんなよいやどうなんですかね、皆さんはどう、逆にどういう風に思ってるんですかね。でもなんかあの SNS とかで、うん、あ、本編の放送中とかめっちゃ私エゴさしてたんですけど、うん、このよどんなエンドを皆さん考察してくださってて、その中になんかここ結ばれてハッピーエンドみたいなのとかも書かれてたから、うん、まあそれを期待してる方はいるのかなって思いつつ、でもなんやかんや結構本編で因縁みたいな、そうね、感じの関係になっちゃってたから、結構頑張っていただかないとちょっとヨドンナーが落ちることはあんまないのかなって。なるほどもう俺これほんと半年以上ずっと言ってるんですけど、巫女さんの姿を したというか、巫女さん…ん？あ、じゃあコスプレ好き。違う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 。じゃあ、よろしい。拍手じゃないですよ、ここは。あの、いや、キラメイジャーのね、あの主題歌の歌詞にもあるように、うん、好きなことを信じる力っていうものを、なんか見てですね。なんかお前、綺麗に締めようとしてないか、それ。違う違います。あの、キラキラしてる姿が、すごい素敵だなと思って。だから別に巫女さんが好きじゃない。よどんなが好きじゃない。人なんですよ。どうですか？これでいいですか？なんか私話しかけたいんですけど、うん、それを上回るなんかヤッホーみたいな、うん、元気えみたいな感じがちょっと苦手で、その静かだったから、うん、元気大丈夫みたいな。どんどんナシコが暗い人みたいになってるからやめようかこの話陰の人間なんででもなんか話しかけづらい雰囲気ではなくて、うん、ただ喋らない人だなって思う。だから話しかけたくなっちゃう。いや、まあでも電王、仮面ライダー電王、そう、東映行って円谷行ってまた東映戻って、東映、そう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 、ありがとうございますまあでも特撮ファンの皆様からその SNS とかを通じてその 3、はい、3大なんとか制覇みたいな、あ、そうですね、3大特撮制覇、その意識したことはなかったんですけど、皆さんからそういうコメントをいただいて、まあ気持ち的には本当に純粋に嬉しかったですね。これ初めて言うんですけど、うん、僕主題歌のコンペ出してるんですよ、うん、楽曲の、一発目で落ちたんですよそれですごいすごい悔しくて、うん、でも5話まで見てすごいなんか楽しいなって思いつつ、よどんながね、うん、今回その主演で撮ったじゃないですか。僕エピソードオブスティンガーっていう映画をね撮らせていただいたんですよね、うん、でその時がレッド以外が主演初めてみたいな、で坂本浩一さんだったんですよ、うんうん、だからよどんなも同じ感じだなと思ったのに出られて、うん、何かまあお力添えできたらなと思って一生懸命やらせていただいたっていう感じです。